今日はですね、久しぶりに苔をね、削って苔アートをやろうかなと思います。今日はね、下書きをね、ちょっと変えてきたんですよ。トトロここにね、描きたいなと思います。それでは、はい、ということで脚立を持ってですね、持参しながらの苔を削る作業をね、やっています。これね、苔を削り始めて思ったんですけど、苔が柔らかいでね、ちょっとしっかり確認しながらなんですけど、ちょっとね、やっぱ苔がスペースはね、結構あったんですけど、苔が柔らかくて、この外周りはね、ある程度削れるんですけど、この中、目の細かいところになるともう苔が一気に剥がれるので、もうね、ちょっとこの時点で多分心が折れてましたね。でもちょっとね、最後までやってみろってことで、やっぱりね、苔を削るときはやっぱり苔選びが一番大事ですね。こんな感じで何が何だかよく分かってません。こんにちは。ここですね、前回、最初にね、苔をちょっと削ったのがね、まだ残ってるので、その隣にちょっと煉獄さんをね、変えたんですけど、苔がね、柔らかいとちょっとね、うまくいかないので、この上に今日はね、傘を刺したトトロをね、描こうかなと思います。うまくいくかどうかは分かりません。それでは、はい、気を取り直してですね、第2回目ですね。こっちのですね、苔の方が削りやすくて、しっかりこう残るっていうんですかね、分かりやすいんですね。このもうドラえもんとのび太も結構前に削ってたやつなんですけど、なんかまだしっかり綺麗に残ってました。最初からですね、ここにドーンってトトロを描けばいい感じで決まってたんでしょうけど、ちょっとですね、やっぱドラえもんとのび太が重なっちゃうんで、なかなかいい風に自分が思った通りにはですね、描けてはないんですけども、まあなかなかですね、何でもやり取り組んでみて、そしてね、失敗もしながらね、やっていくのが YouTube なのかなと思います。うん、ね、やってる最中もあまり納得はしてないんですけども、あくまでね、こう壁を削ってるんじゃなくて苔を削ってるものだと思っていただけたら嬉しいです。でね、ちょっとやっぱ遠目から見てもラインが細いので、しっかりこう太くなるようにまたね、上からなぞった作業をやっております。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ちょっとね、なんとも言えないですね。まあでもね、またちょっとね、書けそうな場所、ちょっとね、苔の条件なんかにもよるんですけど、またなんかリベンジできたらいいかなと思います。どうも。チャンネル登録よろしく。